もう一気にこうやって詰めちゃえば それがなかなかいけないと思うんですよ。逃げ取れた、それは頭から頭から前の出る朝倉に来る、山田終わらせに行く、もう無理か、すごい年末も楽しみにしてください。ノーダメージなんで平本バーカうわーっと待ってください。お前本当リングでやれてよかったな。お前本当にな、お前街中だったらぶっ飛ばそうと思ってたんだ。まあやっぱ井岡さんがいるっていうのが一番大きい、格闘家で一番リスペクトしてるのは井岡さんですね。井岡さんの試合を見て、その格闘技の概念が変わったというか、その田中康生 vs 井岡さんの試合、あの試合を見て身体的な要素は多分ほとんど全て田中選手が勝ったと思うんですよ。でも、まあ、最初こうもらったりたんですけど、こう最終的にはもう井岡さんが圧倒して勝ったんで、やっぱそこでこう感じたのが、やっぱ格闘技って頭のスポーツなんだなと思って、もうそこからこう考え方が変わって、その格闘技に対するなんていうんですかね、向き合い方が変わって勝てるようになったんで、なんていうんですか、勝手に師匠だと思ってます。一番多いのは足の使い方ですね。打った後にもらわなくなるですね。ディフェンスに生きるですね。キックボクサーって打った後動かないんですよ。ボクシングは絶対に打ったら動くんですよ。ステップワークとか、こう相手との角度とか回り方とか、いろんな種類があって、それをキックボクサーは知らないんですよね。自分はそれをこう姿勢ジムで学んで、まあ、井岡さんを見て、まあ、井岡さんのトレーナーから聞いてできるようになったっすね。今まで KO した攻撃は全部練習でやったパターンしか倒してないんで、あれは戦略通りって感じで、あれももうこうミックルさんは MMA の選手なんで、距離に慣れる前に終わらせようっていう、左のフックを触ったら右のフックを返してくるっていう癖があったんで、でこう左触って出させたところをガードして、その同時に当てるっていう練習をずっとしていて、でそれがハマったって感じですよね。まあ、全部作戦通りやってますね。で意外と自分打ち合いでもらわないですよね。まあ、頭、まあ、戦略のスポーツですね。やっぱこう年齢とともに運動能力っていうのはもちろん落ちると思うんですよ。特に瞬発のスポーツなんで、やっぱピークって20代だと思うんですけど、あの人はその瞬発力を凌駕する思考力があるんで、やっぱそこがすごいところじゃないですかね。相手が何を出してくるかっていうのを出す前に分かるっていう、自分がこれを打ったらこれを出してくる、最初に入ってくるときはこれから入ってくる、足を動かしたらこれを打ってくるみたいな、そういうのが全部インプットされてるんですよ、ね、その試合までに。もうなんだろう、コンピューターっすよね。いやむしろどん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 洗練されてるって言ってるんじゃないですかね。まあそうですね、やっぱり KO を見たいっすよね。なんかもう相手の手の内を全て読み尽くした後の KO みたいな、もう相手もなすぐありませんみたいな感じで、もうそこにこう無理やりいたところにカウンター回して終わるみたいな、もうなすすべなしみたいな、そういう試合を見たいですね。もうなんだろう、今の格闘技界で言ったらもう本当神様みたいな人なんで、井岡さんに対して自分がコメントすることがもうおこがましいと思うんですよね。なんかこうすごい語ってますけど、アップしないでほしいなって感じです。
徹底的にやるしかないです。